エラスムス・ビトマン・エラスムス・ビトマンは、ドイツの作曲家、オルガニスト、シュベービッシュ・ハル出身。教理で、音楽教育を受けた後、1589年に、中ビンゲン大学で学び、1590年に、卒業した。卒業後の1591年から1594年まで、中ビンゲンに泊まり、音楽の研究に先進した。 1595年にアイゼンエルツのオルガニストとなり、1596年にはグラー,アーツのオルガニストとなった。しかし1599年に大公衆教改革のためグラー,アーツを離れることを余儀なくされ、シュベービッシュ春の教会のカントルとなった。1602年からバイカースハイムのホーエンローエハクの宮廷にオルガニストとして採用され、 1607年には学長に就任した。1613年からローテンブルクオップデアタウバーの教会のカントルとなり、死去するまで務めた。多作家で音楽の気晴らし、音楽の徳の鏡、ドイツ語とラテン語の宗教的モテット集、新しい音楽の気晴らしなどの声楽曲、気楽曲がある。ありがとうございます。